大谷翔平選手、3試合連発の超特大23号ホームラン、自己最多47本ペースに世界中から絶賛の声、すごすぎてもう怖い。昨日からエンゼルスとの2連戦が始まりました。大谷翔平選手は0対0と均衡したゲーム展開で5回2失1塁で迎えた第3打席に2試合連発となるリーグ独走の特大22号ツーランホームラン、対エンゼルスで初めてのホームランとなり、これでメジャー30球団中28球団からホームランを放ったことになり、全球団制覇まで残り2球団としました。またそして第4打席にはピッチャー強襲の内野安打と2打数2安打2打点2フォアボール1ホームランという大活躍。なお米データ分析サイトコーディファイベースボールが今朝報じたのですが、昨日の試合チームの他の選手がフォアボールも出さず1打点も上げていない試合で複数安打、複数フォアボール、複数打点を挙げた大谷翔平選手は過去25年間で唯一の MLB 選手だとのことです。また米データ分析サイトコーディファイベースボールは今季ドジャースの打球速度ランキングトップ20が全て大谷翔平選手で占められたことも報告しています。大谷翔平選手は今日試合前時点で直近5試合、つまりムーキー・ベッツ選手離脱後1番についてからの5試合でなんと打率5割、本塁打3、打点9、出塁率6割、長打率 1.100、OPS 1.700 ともう意味のわからない大活躍を見せており、この異常ともいえる働きぶりに米野球関係者からは早くも史上最高の1番打者という呼び声も聞かれるようになっています。今まで言われていた大谷って打者に専念したらどうなるんだろう、その答えが今季見れます。さて今日、今季79試合目大谷翔平選手は76試合目に6試合連続で1番 DH で出場した大谷翔平選手。なお今日の先発はタイラー・グラスノー投手。3試合連続リーグ独走を広げる23号ホームラン出るか、自己最長を更新する7試合連続打点なるか、タイラー・グラスノー投手に捧げる5度目の約束のホームランなるかに注目が集まった試合。なお今日はドジャースのシティコネクトユニフォーム着用での初の試合でした。この動画では今日の大谷翔平選手の全打席を現地映像を交えて紹介。ドジャースの最新の成績、大谷翔平選手の最新の成績、過去シーズンとの打撃成績比較、大谷翔平選手が達成しそうな記録とデータをもとにどこよりも詳しく紹介しているので、忘れずにチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日の大谷翔平選手の全打席を現地映像を交えて紹介。1回先頭打者で迎えた第1打席、カウント1ストライク1ボールから外に沈む137キロのチェンジアップを打ちライトライナー、3回無視1塁で迎えた第2打席、2ボールからストライクを取りに来た137キロのスライダーを完璧に捉え右中間席に3試合連続となる23号ツーランホームラン、これで自己最長を更新する7試合連続打点を記録、今季47本ペースとし自身最高だった2021年の46本を超える超ハイペースとなっています。また昨季ホームランが出た日付を確認してみるとこのようになっています。6月はあと6試合、どこまで去年の自分に迫れるか注目です。この23号ツーランホームランは飛距離459フィートというまたも特大弾で、大谷翔平選手にとって今季440フィート以上の8本目のホームランとなり、2015年以降ドジャースの選手が1シーズンに放った同距離以上の本塁打数の新記録、さらに2015年以降ドジャースの選手が1シーズンに放った450フィート以上の本塁打数6本となり、昨日更新したばかりの球団記録をさらに更新しました。ちなみに日米通算250号まで残り9本、メジャー通算200号まで残り7本と迫っています。4回1失1三塁で迎えた第3打席、ストレートのフォアボール、最近フォアボールを選ぶことも多くなってきており、ボールがよく見えていることがわかりますね。6回先頭で迎えた第4打席、カウント2ストライク2ボールから外角低めの140キロチェンジアップを引っ掛け2ゴロ、8回2失で迎えた第5打席、初球142キロの外角低めのチェンジアップを引っ掛け2ゴロと、今日は4打数1安打2打点1フォアボール1ホームランと3試合連続23号ツーランホームランに自己最長を更新する7試合連続打点2出塁と大活躍。この後詳しく紹介しますが、大谷翔平選手今季タイトル総なめの予感がします。ドジャースの最新の成績、
昨日はエンゼルス相手に延長の末敗戦。対エンゼルス戦は10連勝中の記録がストップと残念な結果となりましたが、今日は大谷翔平選手のツーランホームランで波に乗り快勝。今季48勝31敗でナ・リーグ西地区の順位は8差で首位独走。ワールドシリーズを制覇した2020年以降のチーム成績の比較を見るとこのようになっています。大谷翔平選手も目覚めた今、ドジャースも今後さらにギアを上げ、3年連続地区優勝、ポストシーズン進出12年連続を記録するのは間違いないでしょう。勢いに乗るドジャースですが、懸念点としては怪我人の続出。山本由伸投手、ムーキー・ベッツ選手、先発ウォーカー・ビューラー投手ら計14選手が離脱しており、いわば野戦病院化しつつあります。このピンチを力に変えて一致団結、勝ちまくってほしいです。大谷翔平選手の最新の成績、過去シーズンとの打撃成績比較、79試合終了、残り83試合と今季 48.8% を消化した段階でこのように素晴らしいとしか言いようがない成績を残しており、各指標のメジャーリーグ順位を見ると衝撃の9冠。その中でも凄さがイメージしやすい打撃主要指標は、打率、本塁打、得点、長打率、OPS がリーグ1位、打点リーグ3位と三冠王も見えているのです。これはもうケチのつけようがないでしょう。2027年以降の通年の打撃成績比較を見ると、打率、打点だけでなくついに本塁打も自身最高を記録するペースとなっています。4月と5月の成績を過去と比較するとこのように、今季は自身最高といえる成績を残し、そして例年絶好調の6月20試合終了、残り6試合とし、過去成績と比較するとこのようになっており、去年が良すぎたせいであまり良くないように見えてしまいますが、月間 MVP に輝いた2021年に近い成績にまで上げているのです。大谷翔平選手にとってシーズン最高の成績を残す傾向にある6月と7月は、2021年と2023年と月間 MVP を獲得していましたし、期待されただけに今年6月に厳しい声も上がっていましたが、直近5試合ではなんと打率4割2分1厘、本塁打4、打点10、出塁率5割4分2厘、長打率 1.105、 OPS1.647 というもう意味のわからない大活躍を見せています。今シーズン開幕してから少し打てないだけで打撃不振と言われ、そしてそれを吹き飛ばす活躍を見せ、また少し打てないだけで打撃不振と言われ、そしてそれを吹き飛ばす大谷翔平選手、気がつけば過去最高の打撃成績を残しています。いよいよ本当にとんでもないことになってきましたね。なお MLB の公式サイトであるベースボールサーバントが公開している100に近いほど良いと評価される大谷翔平選手の打撃スタッツを見ると、このように最高評価の真っ赤が多く、過去4年間のスタッツ比較を見ると、スイートスポット率、 WHIFF、 空振りのしにくさ、計三振のしにくさが著しく改善していることがわかります。大谷翔平選手が達成しそうな記録、さて今季もうすぐ半分という段階ですが、大谷翔平選手が達成しそうな記録をまとめて紹介します。史上初 DH の MVP、 史上初トリプル 3.5、 史上5人目40本塁打&40盗塁、 MLB 12年ぶり17人目となる三冠王、 MLB 史上29人目の快挙となる30クラブ、日本人選手としては2004年のイチローさん以来となる首位打者、2年連続ホームラン王、ステロイド時代の選手以外ではほとんど達成していないメジャーの負の記録と言われる2001年以来となる400塁打、ドジャースの長打数記録更新、こうした様々な快挙の達成が期待されているわけですが、最も注目すべきが史上初 DH の MVP、 大谷翔平選手は2023年2021年と MVP を取りましたし、2022年もアーロン・ジャッジ選手との史上最も熾烈と言われた争いを繰り広げたので、大谷翔平選手が MVP を取ることに慣れてしまっている人も多いかと思いますが、今季大谷翔平選手が MVP を取ると、史上初 DH の MVP、 史上2人目の両リーグ MVP、 史上15人目の2年連続 MVP という歴史に残る MVP になるのです。 MVP 投票で最も重要視されると言われるチームへの貢献度を表す指標王では、大谷翔平選手は DH 補正のためマイナス 0.7 もされていますが、大谷翔平選手の王はベースボールレファレンス版視点3で1位、2位はムーキー・ベッツ選手、
ケーテルマルテ選手 3.9、 FANGRAPHS 版 4.1 で1位、2位はムーキーベッツ選手 3.4、 3位はケーテルマルテ選手 3.2 と大差をつけて独走しています。このまま進めば大谷翔平選手の MVP 獲得は間違いないと言えます。なお今季大谷翔平選手はベースボールレファレンス番号 8.9 ペース、ファングラフス番号 8.5 ペースとなっていますが、自身最高を記録したベースボールレファレンス版2022シーズンは 9.9、 ファングラフス版2023シーズンは 9.2 と、今季は打撃のみながら過去最高王に迫るハイペースなのです。ちなみに王関連で言うと、今朝ベースポーツ記者が翔平大谷の王が昨夜殿堂入りの指標となる 38.8 を超えたと続々と報じています。殿堂入りの指標となる 38.8 というのは、2019年に殿堂入りしたハロルド・ベインズ選手から来ており、殿堂入りの際にはその資格についてメディアや野球評論家の間で意見が分かれたために、ハロルド・ベインズ選手の王が指標として使われるようになっているのです。なおハロルド・ベインズ選手は主に DH として22年のキャリアで積み重ねた王 38.8 を大谷翔平選手はわずか7年目にして並んだのです。 MVP のことに話を戻すと、MLB 公式サイトが定期的に実施している関係者43人による MVP 模擬投票では、1回目2回目とも大谷翔平選手はムーキーベッツ選手に次ぐナ・リーグ2位、そして先日発表された3回目の結果では大谷翔平選手がナ・リーグ1位。 MLB 公式サイトはチームメイトのムーキーベッツが骨折でしばらく離脱する中、大谷の3度目そして史上2人目となる両リーグでの MVP 獲得への視界は良好だとコメントを発表しています。実際ムーキーベッツ選手の左手骨折による長期離脱で、試合の積み重ねで加算される王はもうどうしようもなく、最高王賞とも言われる MVP を取ることも断念せざるを得ません。ムーキーベッツ選手の無念を晴らすためにも、ドジャースの同僚として大谷翔平選手に絶対に MVP を取ってほしいです。さて明日は移動日で試合はなく、明後日からホワイトソックスとの3連戦が行われます。完全に6月谷となった大谷翔平選手が一体どんな活躍を見せてくれるのか。3年連続6月月間 MVP 獲得に向けて、1打席1打席から目が離せません。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。